エムス川を渡る送電線2006年ヨーロッパ広域停電は2006年11月4日に発生した停電大型客船航行のため河川上部を通る送電線を停止したことに起因し影響は11カ国に及んだノルウェージャンパールこの停電の発端となった送電線コンネフォルデリーデ線はドイツの電力会社 EON と RWE をつなぐ 38万ボルト2回線の連携線である。エムス川上部を横断するため、大型船が航行する際は、過去にも安全上の理由で、送電の停止が行われてきた。ドイツ北部のパーペンブルクの造船所で建造された、クルーズ客船、ノルウェージャンパールが、エムス川を通過するためのコンネホルデディーレ戦争電停止は、当初2006年11月5日午前1時からの、 計画であり、EON 及び系統運用者はここを停止した場合に、他の一箇所でトラブルが生じても供給に支障をきたさない基準を満たしていることを確認していた。事故前日の11月3日、船舶運航会社から EON に対し、停止時間を11月4日午後10時からに変更したい旨の申し入れがあった。EON は、 送電停止事態による影響は許容地の範囲内であることを確認したものの N-1 基準については経験則からこれを満たしていると判断し計算による確認は行わなかった EON が運行会社に変更の了承をしたのは11月3日昼12時頃であったが系統運用者に連絡したのは4日午後7時頃であり系統運用者側で N-1 基準について確認する時間は取れなかった。11月4日午後9時39分、EON がコンネフォルデティーレ線2回線を停止したところ、EON 管内の別の38万ボルトの送電線2回線が潮流が増加する重潮流の状態となり、警報が作動した。9時41分、RWE は EON との連携線のうち、 コンレフォルデディーレ線を迂回するランデスベルゲン、ベーレンドルフ線の潮流が安全上限に近づいていると e o n に対し電話連絡した。この連携線は管理上の上限値が e o n が197万5 0 0 0ット、RWE が138万3 0 0 0ットと定めており e o n 側には潮流が上限に近づいている認識は希薄であった。10時8分。 ランデスベルゲン・ベレンドルフ線の潮流が安全上限を超過。RWE は EON に対し緊急に過負荷の抑制をするよう電話で連絡した。これに対し EON は独断でランデスベルゲン変電所の接続を変更した。これが裏目に出てさらに潮流が増加。接続変更の2秒後に自動保護システムが作動し、 ランデスベルゲン・ベーレンドルフ線の送電が停止した。これによりカ負荷が波及して30回線の機関送電線が連鎖的に停止した。エリア1.3では周波数が低下、エリア2では周波数が上昇した複数の連携線が遮断したことにより欧州系統は3分割され、フランスやイタリア、スペイン、ドイツ南西部などを含む西部は需要型により周波数が 通常の5 0ルツから4 9 0ルツに低下。逆に、ドイツ北東部やデンマークなどを含む北東部は供給が上回り5 0 4ルツに上昇。クロアチアやルーマニアを含む南東部は供給と需要が概ね釣り合っており4 9 7ルツとなった。西部の周波数の水位西部では揚水発電の揚水を停止したり休止中の火力発電所を再稼働するなどして、 周波数の上昇を試みた。逆に北東部では火力や水力の出力を抑えて周波数を下げようとした。風力発電所やコジェネレーションなどの分散型電源は電力系統に停電や周波数低下が生じると系統運用者のコントロールによらず自動的に系統連携から外れ電力系統が復旧すると系統連携に復帰する構造になっている。 このため、西部では停止した分散型電源の分まで発電所を稼働させなければならず、北東部では発電所の出力を抑えて安定させた周波数が分散型電源が並列するため再び上昇してしまい、さらなる調整が必要となり、安定化には時間を要した。分断された電力系統をつなぎ直す系統並列の作業は難航し、 西部と北東部の並列は7回目の試みで成功。8回目の作業で南東部も並列。日付が変わった5日0時過ぎに停電が解消した。この停電の発端となった送電線、コンネフォルデリーレ線は、ドイツの電力会社 EON と RWE をつなぐ38万ボルト2回線の連携線である。エムス側上部を横断するため、 大型船が航行する際は過去にも安全上の理由で送電の停止が行われてきた。ありがとうございます。